皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。トロピコ6、実況始めます。我らが愛するトロピコが独立を果たした前回。もう帝国の顔色を伺いながらビクンビクンすんのはやめやめ。こっからは独立復帰、自立自尊のトロピコなんでそこんとこよろしく。まあ今度は連合国と枢軸国の顔色を伺うトロピコなんですけどね。あとビクンビクンじゃなくてビクビクな。悔しい、でもか。おいバカやめろ。しかし独立したとはいえ問題山積のトロピコ、ことに深刻なのが財政問題。ちゅうかそれが問題のほぼ全てなのよね。独立果たして偉いぞ。と赤字経営やからな。価格の高い船や葉巻の生産でなんとか好転を図りたいですね。あと選挙な。そういえばそんなものもありましたね。ご主人様のパッションあふれる演説に国民皆感動の極み、圧倒的得票率で再選を果たしたプレジデンテなのでした。それでは今回も南国生活頑張っていきまっしょい。しかしなんつうかいろいろままならねえのな。あれもこれも全部貧乏が悪いんや。財政については3件の造船所、そして間もなく稼働を始める葉巻工場に期待するしかないですね。ってことはしばらくはほっといてもええんか。いいわけねえだろ。でもなーんか手詰まり感ありありな雰囲気なのよね。派閥のおねだりに付き合ってたせいでなんか街並みもごちゃついてるし、どうにもこの先の展望が見えないってプレジデンテ思うんだけど。確かにそこが次の問題なんですよね。現在のトロピコ中心部の様子がご覧の通りでして、なんというか都市計画のとの字も感じられないありさま、にもかかわらず相変わらず派閥からの要望も続いて、宮殿周りはちょっと建物作るスペースにもことかく始末。お家もなんかいろんな場所に点でバラバラ。これは抜本的に手を入れたいとこなんだけど、畑なんかがスペース取りすぎちゃってままならねえのよ。その畑には別の問題もありまして、人口もスタート時点からそろそろ4倍を超えて食料の増産が必要になってきています。タバコじゃ腹は膨れんわな。となると農場を増築していく必要があるのですが、そうするだけのまとまったスペースがそろそろ品切れなんですよね。確かにまだ土地はないことないんだけど、その場しのぎな開発やってたからなんとも中途半端なスペースしか残ってないのよね。少なくとも今のままではまずいですね。これはどげんかせんといかんのよ。どげんかせんといかんですね。で、なんかアイデアあんの？ないことはないですね。行ってみたまへよ君。スペースがないならある場所に行けばいいじゃない。つまり別の島に進出します。確かにまだ3つも残ってるんだから使わない手はないわな。ただこれまでのように無計画に開発すればまたいずれ行き詰まるのも明白。次開発する島は明確な指針を立てて開発します。具体的には農業ですね。農業中心の島です。飯も作らんとあかんから確かに必要やな。で、資源グリッドで確認したところ、今の島の東側にある島が割と広めのスペースを農地として使えそうなんですね。作物ごとの適性も程よく分布、ここならいい畑ができるでしょう。確かにこれなら十分な広さが確保できそうなのよ。この島に農園を立ち上げれば現在の島にある農園も全て撤去、また十分なスペースを確保することもできますしね。そしたら区画整理もはかどるってもんなのよ。ということで今回のお仕事は2番目の島、新たなフロンティアに農業区画を整備することです。まずは開発の準備ですね。新たな島の開発をするためにはトラック港を建設しなければなりません。トラック運転手の皆さんはトラック港があれば荷物を運ぶことが可能になります。荷物さえ運んじまえばあとは建設に来たちの出番やな。とはいえ海を挟んでの開発になりますので、それなりに時間はかかりますけどね。いっそこっちの島にも建築事務所建てるのもありやけどな。そこはとりあえず様子見ですね。ただトラック港についてだけはさっさと金で即時建設してしまいましょう。そこまでお高いもんじゃないからいいんじゃないかな。準備ができたのでいざ開発開始。まずは島の東西に伸びる道路を敷きます。この道路を中心に農園と住宅の配置を考えていきましょう。お家も一緒に作らんとまたバラック村できちゃうからよく考えんとな。まずは建設指示を完了。やっぱ綺麗に並べるとええな。農場はとりあえず4軒を建設。栽培するのはトウモロコシ、ココア、パイナップル、そして砂糖ですね。ワークモードを種類豊富にしても効率を下げぬよう異なる作物を隣り合わせ、かつある程度の適性のある作物をそれぞれ育てます。こんだけじゃまだ足んないからもっと畑作らんとな。農園の向かいには住宅地を造成。貧困層の住む宿泊小屋と富裕以上の国民が住める簡易住宅、それぞれエリアを分けて造成する予定です。いずれはみんな立地になってもらって、せめて宿泊小屋は減らしていかんとな。公共サービス施設もおいおい追加していきましょう。まずはこのくらいから始めましょう。すべて完成するまではちょっと時間がかかりそうですね。建築2期、出番やで。農場と住宅が完成するまでは火事でも眺めて時間潰しましょう。つうかこれ前回から燃えてる火事やん。消防車は出動済みですからいずれ消えるでしょう。ただ礼拝堂が燃えてるのはちょっと厳しいですね。ちょうど信仰に関する幸福度を上げる要望を受けていたのがちょっと間に合わないかもです。お、消えた。信仰に関する幸福度は選挙の公約でもあるので少々まずい事態かもしれません。まあ次の選挙もご主人様の演説でなんとかなるやろ。そうであればいいんですけどね。
前回から建築を始めていた葉巻工場もようやく完成、タバコの生産も始まっていますから、これでまた輸出額も期待できますね。まだまだ貧乏なのは変わらんからな、頼むで。そういえばトラック2機もリアカー卒業して晴れてトラック乗り回してんのな。時代が進むと各施設もそれが反映されるみたいですね。そして久々の海賊登場、襲撃に必要なポイントが結構溜まってますので、ここでドカンと使ってみます。今回やるのは世界遺産の強奪。なんかすげえことできんのな。強奪する世界遺産には固有の効果があるだけでなく観光資源にもなるようです。最初の世界遺産として選んだのはストーンヘンジ。周辺の木を成長させる以外に汚染を減らす効果もあるようです。お船作るのと相性バッチリな感じなのな。造船業は輸出の稼ぎ頭ですからいいと思うんですよね。じゃあそれで頼んだのよ海賊ニキネキ。ではポチッとな。強奪に必要な期間は24ヶ月です。きっちり仕事してくるんやで。忙しく働く傍らではおなじみとなったデモが発生。ご主人様の宮殿にデモ書き込むターエイド教師とるやんけ。理由はやはり信仰に関する不満ですね。結局幸福度上げる約束を守れなかったんですよね。守れんかった言うてもたった1足りなかっただけやん。たとえ1でも約束は約束、これはまた新たな約束で挽回するしかなさそうですね。やっぱ宗教は毒やな。赤よろしく全面禁止にしたろか。そしたらエバラは大喜びでしょうけどね。あかんな、やっぱ赤はダメなのよ。なら地道に幸福度上げていくしかありませんね。一方新天地では建設が始まった模様。トラック運転手を乗せたボートが島に向かいます。ええやん、トラック2機も建設2機も動きが早くて助かるのよ。まあ今のところ新天地以外では特に建設はしてませんからね。まずは農園が先に完成しそうです。住宅地もなる早で頼むのよ。開発に専念したい我々ですが、時代がそれを許してはくれません。独立してから初の襲撃発生。今度は海賊じゃなくてゲリラなのな。しばらく襲撃なかったんですっかり油断してましたね。兵士諸君、仕事の時間やぞ。貧乏性ゲリラなんぞけ散らしてやんよ。ハマキ工場爆破されちゃいました。なんでや、兵士に気何しとんのや。兵士の皆さんようやく悠々のご到着。遅い。砦からちょっと距離がありますからね。さすがにこの周辺には監視塔の一つでも立てておくべきかもしれませんね。しかし時代進んでもやっぱ襲撃あんのな。防衛についても考えなければなりませんか。正直今はちょっとその余裕がないのよ。今頃ボストロールあたりが顔真っ赤にしてるのが目に浮かびますね。ストーンヘンジ強奪の指揮をしていたベヌルディもから入電。最近見かけんと思ったらんなことしとったんか。強奪完了までの期間が2年延長するようですね。つっかえねえのな。帰ってきたら首な。まあベヌルディもさんも頑張ってることですし、もう少し待ちましょう。そんなこんなでトラブル続きのトロピコですが、良いニュース。農場と住宅地の一時開発が完了。農場はすでに稼働を始めました。久々にいいニュースなのよ。新しい島での農業も始まりましたので、最初の島の畑の解体も始めましょう。まずはモロコシ畑と砂糖畑をそれぞれ一面撤去。これまでサンクスな。ここの畑全部なくしちゃえば区画整理もはかどるのよ。減らした分の畑は新しい島に追加します。並びが良くないから効率はあんまり良くないのな。農園のアップデートなどで効率アップもしていく必要がありますね。住宅も必要になるので宿泊小屋を追加で設置。簡易住宅にはまだ空きがあるんですけど、宿泊小屋はもう満員なんですよね。早く稼いでグレードアップしてな。住人も増えてきたので礼拝堂も建てておきましょう。信仰の幸福度低すぎてそろそろザビエルがブチ切れてもおかしくないかんな。新しい島も少しずつ生活の基盤が整ってきました。今んとこ最初の島よりよっぽど整理されてんのよね。そしてここで新たなキャラが登場。数日国から初めての要求です。この方は代表のエリック・フォン・シュトロムさん。シュトルムーントドランク、疾風ゴルフな。きれいよ。要は町なんやろ。で、その町さん疾風ゴルフが何の用なの。ミッターマイヤー元帥への熱い風評被害。まあ内容はいつものやつ、何でもいいから一回輸出しろってことです。ええで。ただ数軸さん、こちらの取り扱い商品をあまり欲しがってくれないんですよね。まあやれるオーダーあったらやっとくわ。さて農場での生産も本格化してきましたので、次は加工です。ラム酒蒸留所を新しい島にも建設します。やっぱお砂糖の近くで酒作った方が効率ええでな。地産地消ってやつなのよ。他の加工施設もなるべくこちらに移せるといいですね。汚染が心配なので畑に近い場所は汚染が起きない工場に限りますが、葉巻工場とかもそうよね。まだ作ったばっかしだけど、まだしばらくはあの場所でタバコ栽培ありますけど、首都が発展していけばいずれはタバコ農場も全部こちらに移設が必要ですね。そして最初の島の砂糖農園とラム酒蒸留所はお約5年、以後はフロンティアでの活躍をお祈り申し上げます。新しい島にもそろそろ診療所が必要なので、今まで農場の近くに設置していた診療所を移設しましょう。え、建物移動なんてできたの。お金かかりますけどね。まあそれでも新しく建てるよりは全然安いですね。さっきラム酒蒸留所の建て替えするときに気づいてればお金節約できたんですけどね。
最初の島にデフォルトであった牧場も移設します。場所は比較工場のお隣がいいですね。宮殿の真正面だから地味にスペース食って邪魔だったのよね。でも牧場は新しい島には移動しないの。まだ土地余ってるでしょ。残る土地はタバコの栽培に向いているようでして、将来的にはそちらで使いたいんですよね。牧場に県だけってのもちょっと中途半端なのな。牧畜もいずれ本格的にやりたいんですが、問題は場所なんですよね。手をつけるのはまだ先になるでしょうが、いい場所を探してこっちも大規模にやりたいですね。ここでストーンヘンジ強奪犯リーダーのペヌルディも3から再び入電。ウィンドサーフィンの有効でこぬのが足りなくなり強奪が遅れるそうです。ちょっと何言ってるかわかんない。布200を送るか、また24ヶ月遅延するかの2択。布は作ってないのでまた遅延ですね。マジ帰ってきたらあいつクビやな。今回はこんなところですね。2番目の島も本格的に動き出したし、ええ感じなのな。財政も多少改善して今回は一度も赤字になりませんでした。とは言っても自転車操業には変わんないんだけどね。新しい作物の栽培も始めていますし、それを加工した商品を作ればまた収入も増えるでしょう。そう願いたいのよ。最初の島も農園を移転したことで随分とスッキリしました。これなら今ある建物の移動もやりやすくなるのよ。お家もバラバラに散らばってるし、ちゃんと区画整理したいのよね。そうですね、次回はそこに取り組みたいですね。それでは新たなフロンティア開発に着手した我がトロピコを眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。